した。はーい。しんくん、ここは？ここは、お気持ちです、うん、今日も組に来ちゃったね、すぐ。そうだね。よし、島根で初めて降りた。綺麗。川越水道水として広く利用されてるって。わ、冷た、冷たい、すごい。気をつけてね、うん、勢いもすごいね。安心だね、水道水ならね。めっちゃ冷たい。指が凍りそう。そんなに、うん、いいかな。あ、冷たい。初めてかも、こんぐらい冷たさ、ね、すごい、すごい。すごい冷たいから一瞬で結構だったね。めっちゃ冷えてる。うん、一年を通してね、うん、温度に変化がないんだって。わー、すごいね。うん、いただきます。うん、すごい。冷蔵庫で冷やしてたみたい、ね、暑い夏に確かに、おいしい。わ、真夏いいね。真夏もっかい行きたいな、うん。1300年のお杉、すごいね。ねえ、なんかシワが刻まれてるね。うん、立派だ。ここはね、須佐神社って言ってね、須佐の命の、ね、魂がここにあるんだよね、うん、この土地にその自分の名前をつけたって、うんね、だから須佐っていう場所なんだね、うん、なんか日本ナンバーワンパワースポットらしい、ね、うん、知らなかった、うん、島根はそういう場所がやっぱパワースポットが多いな。そうだよね。ちょうど今出雲市にいるんだけど、うん、出雲大社もあったりとか、うん、でも須佐神社はね、初めて知ったね、うん、ここに来て。素敵な雰囲気だ、うん、パン屋さんに行ってみよう。ポイントカード作られますか？有効期限ございませんか？作ろっか、うん、じゃあお願いします。ありがとう、うん、いいね。うん、ここで食べさせてもらおうか、うん、外でいただこっか。うん、雑穀塩パンと、うん、クリームパンと、うん、チキンの照り焼きと焼きカレー、うん、全部米粉なんだよね。いや、すごいね、うん、米粉パンが一番好き。ね、一番好きやな、うん、お腹にたまんないしね、うん、いただきます。いただきます。よし、じゃあ好きなのから、うん、すごいね、うん、
米粉ってすごい安心する。なんでか。そう、小麦粉取りすぎるとね、なんかお腹がすごいパンパンになるけど、うん、ね、すごい。これ100円だった。塩パン、うん、おいしい。このね、空洞たまらんよね。おいしい。いただきます。うん、あ、パンがおいしい。おいしい。うん、本当に米粉。え、米粉だって信じられない。うん、川のせせらぎもいいね。うん、うん、うん。この雑穀塩パン、人生で一番おいしいかも。塩パンって本当においしいよね。うん、本当においしい。今までの人生最高の塩パンは、うん、東京都墨田区にあったんだけど、うん、あの本当に塩パン屋さんね、スカイツリーに近くかな。うん、こうでもそこ超えた。うん、いただきます。あっさりしてる。うん、美味しい。カーベル牛乳使ってるみたいな。そう、うん、めちゃくちゃ牛乳の味する。へえ、うん、うん、あ、めっちゃ美味しいこれ。うん、うん、これはすごいね。ねえ、めっちゃ美味しい。あそこにヤギちゃんかな。へえ、かわいいね。うん、ちょっと見に行ってみようよ。うん、いや、自然豊かでいいね。うん、すっごい癒される。島根のこの辺すごい好きです。うん、ね。なんか島根入ってから今のところずっとこういう光景でいいなと思って。そうだよね。うん、なんか光景が変わらないっていうのいいよね。うん、田舎って感じがする。うん、なんか帰ってきた田舎。うん。野生の匂い。うん、ミルクガーデン。うん。はーい。あー、尻尾振ってる。かわいい。お腹かいてる子もいる。いや、こんだけ自然豊かだとね。うん。あの子、おっさんかな。うん。かわいい。自由にすくすく育ってるね。ねえ。ちょっと。みんなすごい。みんなリラックスしてるね。はい、来た？おーい。なんか、キーの子だね。うん。どうした？アピール？うん、すごい。乗ったね。うん、虫出てきたね。いたんだね。うん、5匹いた。うん、うん、すごい器用だね。うん。すごい。すごいね。気持ちいいね。気持ちいいね。うん。いや、私もここにいたら多分もうゴロゴロゴロってしてるわ。ここに牛さんたちがいるんだ。いっぱいいるね。うん。牛さん小屋だね。本当に白と黒の2色なのね。ねえ。見てる。カメラ目線。うん。かわいい。名残惜しい？名残惜しい、それ。もう一回来たいね。もう一回来たいね。うん、すごい。100円だって。うん、
すごいね。クジャクかな。クジャクだね、今の。また。今引きそうになっちゃった。すごい。すごいね。うん、え、野生？野生だったね。すご。すごい。びっくりした。びっくりしたね、今は。割りごそばっていうそば、そばつゆも来てる。シンク。美味しそう。いただきます。最初は一段目のそばに薬味をのけるんだって。上からつゆをかけて一段目を食べる。いただきます。細いね。そばっておいしい。うん、いただきます。はい。おいしいですか？めっちゃおいしい。甘じょっぱい。すごい出汁が効いてるね。うん、卵がね、綺麗だね。おいしそう。分厚いね。にやけちゃってる。うん、で、二段目は、余ったつゆをかけて重ねる、うん、かけて食べていくんだって。いただきます。美味しいね、この出汁が。美味しいから、うん、ごちそうさまでした。今ね、稲佐の浜にいて、うん、ここでね、お砂をもらって、うん、ずっとね、この道を行けば、うん、出雲大社に行くから、もうここから歩いていく、うん、で、ちゃんと参拝の仕方をね、おメモってきた。すごいね。じゃあ砂もらいに行こう。うん、弁天様にまずはお参りする。あ、そうなんだ。そう。やっと行けるね。ねえ、ずっと行きたかったね。なんか2人ともずっと行ってみたいって言ってたんだよね。そう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 。島根県自体がね、うん、全然行ったことないから。そうだね。出雲大社に呼ばれてたかな。ねえ、呼ばれてたね。うん、すごい本当に神聖な感じするね。
うん、やっぱりなんか出雲市に入ったらへんからすごい雰囲気が違う感じがする。違うね。パワースポットらへんに行くとすごい、うん、頭痛くなったりとかさ、うん、眠くなったりとかするんだけど、まさにそれが今起きてます。感じてるね、うん、パワーを、うん、あとなんかそぎ落とされるっていうね。ね、なんか悪い気を。そうそう、こういうところに来るとね。ね、やっと来たね。ね、すごいね。かわいい。すごいね。やっぱり 4泊してたね。ね、そうだね。前の方と思ったよ。ね。あ、その、あの辺かな、砂の。そうだね、きっと。知らないと本当来れないね。ねえ。側にさっきの砂を、うん、そうで、お清められたらいただきます。うん、いただきます、うん、いただきます。いただきます。砂はね、なんかね、お家とかだったら本当お家に置いといていいんだけど、うん、私たち車にね置いて見守ってもらおうかなって。ああ、そっか。そう。うん、ありがとうございます。
出雲大社のさ、うん、お土産屋さんとかでね見てて、うん、買った彼女のケーキ、抹茶フォンデュがね、うん、私おばあちゃんにもらったことがあって、うん、すっごい美味しくって、これをねずっと島根に来たら食べたかったんだ。すごい、そうちょうど解凍されたかな、うん、2時間ぐらい解凍するみたいな、常温でね、うん、かっこいいね、うん、美味しそう、これね本当にね美味しいの、すごい美味しそう、うん、これがもう夜ご飯だね今日はねこれでいいか、うん、一応私たち今月ジューンブライドだから、あもうこれがお祝いにしましょう、うん、そうだね、うん、高級だからね、うん、しんくんに食べてほしくて、うん、じゃあいただきます、うん、わこれはすごくない？なんかこれ本当にすごい、これ本当にすごいでしょ、うん、こんな感じで2層になってるんだけど、うん、あ、おいしい、落ち込んでる、うん、本当においしいから、本当においしい、うん、なんか一瞬別のとこに出た、お祝いだから食べて、うん、ありがとう、これは本当においしいね、おいしいでしょ、うん、また買いに来たよね、毎日食べたい、うん、いただきます、はい、うん、おいしい、うん、うん、タルトもおいしくてね、うん、すごいこれは、うん、島根にもね、うん、数店舗しかないんだっけ、うん、島根と鳥取かな、そっか、彼女はあとオンラインかな、あ、そうなんだ、うん、これはすごいわ、これはすごい、うん、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、そこのね箱が可愛いからさ、うん、さっきもらった砂をさ、うん、ここに置いとこうよ、うん、で車内の安全を守ってもらおう、いい、ね、うん、ここに見えますのはキララ滝で買ったデラウェア、うん、これいいね、朝ごはんとか食べよう、そうだね、出雲さんだってね、うん、美味しそう、穴場だね、珍しいウサギだね。お茶くれ。お茶？あ、お茶、はい。